あまり思い出したくないのですが、これは20年ほど昔のことなのですが、青森のキャバレーでバンドマンをしてた頃です。その頃東京から都落ちみたいな形で青森に流れ着き、身も心もボロボロになって生活もだいぶ荒んでました。大晦日は店が休みなので、ナンパした喫茶店の女の子と彼女の実家のある恐れ山の近くのある町に行ったのですが、彼女の実家に泊まれるわけではないので近所の旅館に一泊しました。大晦日の雪の降る夜でした。彼女と12時頃までテレビを見て過ごしたのですが、廊下をバタバタ走り回っている子供たちの声がするんです。こんな夜遅く子供が起きてるなんてと思いましたが、大晦日だしこれから初詣にでも行くのかななどと思って布団に入りました。次の日の朝、旅館の方に聞いたのですが、そこの旅館は老夫婦だけで営業をしていて、大晦日に迫ってる客も物好きな私たちだけでした。大晦日に泊まっている客も物好きな私たちだけでした。正月早々こんな目に遭いましたが、その後数ヶ月で東京の仕事に戻ることができました。きっと彼らは私にとって座敷わらしだったのかもしれません。その後この旅館を探しているのですが、二度とお目にかかれません。旅館自体がなかったのでしょうか。不思議な思い出です。彼女を東京に連れてくることは叶いませんでしたが、その後何度か会ってこの話をしたのですが、記憶にないと言われています。